ここが霊夢が指定した場所だよな。おい霊夢来たよー。誰もいない。まさか霊夢が跳ねるようなやつだとは思わなかったよ。もう帰ろ帰ろ。あれ、こんなところにテキストファイルがあるけどなんだろう。とりま見てみるか。ジルノエ、今、これを見ているということは、今頃私は青森へと流されているのでしょう。私も楽しみにしていたけどごめんね。とりま自己紹介やって。いや、自由すぎない。まあ、霊夢が自己紹介をしてくれとのことなので。私の名前はジルノよ。こんな見た目でも氷の妖精なの。好きな車両は209系。あたい天才なんだからってことでよろしくね。わら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 。何笑ってんねん。冗談よ。まあ、私からもよろしくね。ジルノ、今回は私の代わりにバスの実況をお願いするわ。頼んだわよ。PS、青森の実況はしっかりやるので交互期待。しっかり宣伝すな。ってことで私も停留所に向かうか。かな鉄。ってことで車内からこんにちは。ただいま乗っているのは八王子77系統。八王子駅南口始発、橋本駅北口行きのバスだよ。このバスは国道16号線の下道ルートをひたすら進みます。私がなぜ下道という言葉を使ったのかというと、同じような区間に国道16号線、八王子バイパスがあるからだよ。以前までは200円ほどの通行料を取られたけど、今は無料だから橋本から八王子はバイパスがおすすめだよ。バスは今片倉駅付近を走行しています。そういえばこの区間は横浜線を使う人が多いですし、値段も360円と高いんですよね。まあ、乗り通す人はそこそこのバス強化へあれ、このバス橋本駅なのになんで曲がったのだろう。それでは、このバスの解説をします。このバスは八王子77系統橋本駅北口、片倉台、八王子駅南口線です。担当は神奈川中央交通、多摩営業所で、国道16号線をひたすら北上するルートです。しかし、この系統は片倉台を経由します。片倉台は今曲がってきた道を上がり、少し行ったところに位置します。片倉台周辺は住宅が広く立ち並んでおり、この系統はここ周辺のアクセスを考えた路線だと思います。実際、八王子からの大半の乗客は片倉台で降りていき、片倉台以降は乗客が徐々に増えていく印象がありました。乗車賃は八王子から片倉台が現金250円、IC カード242円、八王子から橋本までは現金360円、IC カード356円になります。比較の対象として横浜線の同一区間は現金170円、IC カード168円です。かな鉄。さて、右手に見えてきたのが片倉台停留所です。片倉台停留所では北道を戻るために、折り返しスペースへと侵入します。そこの屋根があるとこですね。手前には京王バスの停留所もありますね。片倉台に到着。私は終点の橋本でおりますが、この地点で2人ほどしか乗ってません。ここから距離的には折り返し地点ぐらいですかね。残りの旅も楽しみましょう。さて、今もこの動画を見ている人はどれぐらいいるのでしょうかね。もう3分の2ぐらいはブラウザバックしているんじゃないでしょうか。そんなことはさておき、ただいまの走行位置は八王子市と町田市の市境付近です。しかし、この町田市は東西に長い市になっており、このバスが八王子市から町田市に入り、神奈川県に抜けるまで3分ほどかかります。私には3部も喋ってられる編集能力がないので、神奈川県に入るまでノーカットでお送りします。このシーンを飛ばしたいけど、まだかな鉄の動画を見たい優しいお方は6分4秒まで飛ばすことをお勧めします。それではどうぞ。
です。ここまで来たら橋本はもうすぐです。かな鉄。ということで今回のバスの終着、橋本駅北口が近づいてきました。今回のバス旅、解説動画はいかがだったでしょうか？今後とも鉄道系の動画もバス系の動画もよろしくお願いします。最後に、ここまでご視聴いただいた方はぜひ、チャンネル登録、高評価していってくださいね。あたい、とっても喜んじゃうんだから。それでは背景が終点についてところでこの動画を締めたいと思います。それでは、またねー。エンディングに値いなかったんだけど。